ご視聴くださり、ありがとうございます。今回は、ナビゲーションシステムに代わり、ダッシュボードの真ん中で存在感を示すようになってきた、ディスプレイオーディオについて、調べてみました。少し長くなりますので、2回に分けてアップさせていただきたいと思います。後編もぜひご視聴ください。ちなみに、ディスプレイオーディオは GR スポーツだけでなく、アクア全車種に標準装備ですから、GR 以外の方にも参考になると思います。今回、注文した新型アクア GR スポーツには、7インチのディスプレイオーディオが標準装備されているのですが、私もその機能についてはほとんど理解せずに、7インチから 10.5 インチにメーカーオプションでアップグレードしました。単に大きい方が見やすいだろうという理由で。メーカーオプションについては、緊急発表シリーズのボリューム3もご参照ください。今私が乗っている初代 GR スポーツ17インチパッケージにしろ、その前のアクア S にしろ、ナビをディーラーオプションで購入すると、ナビ、テレビ、AM、FM、CD、SD、Bluetooth が基本機能としてついていて、そこに DVD の機能をつけるとか、その他の入力アダプターなどをつけて利用するとか、といったものでした。では、アクアに標準装備のディスプレイオーディオって、一体どんなものなのでしょう？何ができるのでしょう。ディスプレイオーディオといっても、ナビもテレビもついていません。え、ナビついていないの？と思われる方もいらっしゃると思いますが、これについては後ほど触れることにします。では、ディスプレイオーディオ、標準装備だけのままで利用できる基本的な機能とは何でしょう。まず、1、AM と FM を聞くことができます。2、Bluetooth 対応のスマホで、ハンズフリーの通話が可能です。また、スマホをはじめとする Bluetooth 対応のオーディオ機器で音楽などを聞くことができます。3、USB 端子にスマートフォンや CD、DVD などの機器を接続することで、動画を視聴したり、音楽を聴いたりすることができます。また、USB メモリーなどに記録した動画データや音楽データの再生をすることもできます。ただし、再生できるデータ形式は動画の場合は、MP4、WMV、AVI、音楽などの場合は、MP3、WMA、AAC などに限られていますので注意が必要です。なので、異なる形式のものは変換しておく必要があります。その他、USB 端子にケーブルを接続してスマホなどの充電ができます。4、ミラキャスト対応の Android のスマホやタブレットを接続して、スマホやタブレットの画面をディスプレイに表示することができます。ただし、この機能を使うには Wi-Fi の環境が必要です。Wi-Fi の電波が届く場所か、もしくはスマホのテザリングやポケット Wi-Fi などの環境が必要になります。さて、一番注目すべき機能として、5、スマートフォンとの連携があります。接続するスマホの機種によって、連携に必要なアプリが異なります。大きく次の3種類があります。1、SDL、スマートデバイスリンク。2、Apple CarPlay。 3. Android Auto。 話の都合上、1を飛ばして2から説明します。2は文字通り iPhone、 3は Android のスマホ用接続アプリです。それぞれお持ちのスマホに対応した接続アプリをダウンロードします。次にスマホをオーディオディスプレイの USB 端子に接続します。1のスマートデバイスリンクに関しては、USB 接続ではなく、Bluetooth 経由で接続するのですが、2022年8月末でサービスが終了するという告知を発見しました。なので、今回は割愛させていただきます。さて、オーディオディスプレイに接続すると、普段スマホで使っている Google マップのナビや、音楽アプリをディスプレイオーディオ画面上で使うことができるようになります。ただし、対応していないスマホやアプリもありますので注意が必要です。また、スマホのメモリーに保存した音楽や映像などをオフラインで視聴する場合は、データ通信料は発生しませんが、ナビや YouTube などをオンラインで利用する場合は、当然スマホに通信料が発生しますので注意が必要です。スマホでデータ無制限や大容量のデータ通信を契約している方には嬉しい機能ですね。また、今まで、スマホの小さい画面でナビを見ていた方にも嬉しい機能ではないでしょうか。冒頭にお話ししたディスプレイオーディオにナビはついていないの？と疑問に思った方への回答になったでしょうか。つまり、専用のナビキットをつけなくても、スマホのナビを利用することができるわけですね。
一方、ナビを頻繁に使う方や、スマホでデータ無制限や大容量のデータ通信を契約していない方、スマホのナビはどうも、という方には、ディーラーオプションとして3種類のナビキットが用意されていますので、そちらがおすすめです。車を注文するときに、ナビをつけるかつけないかで悩む方もいらっしゃると思いますが、心配しなくても大丈夫ですよ。また、スマホのナビアプリをディスプレイオーディオで使い始めたけど使い勝手が悪いという方も大丈夫ですよ。ナビキットはディーラーオプションですので、後から追加オーダーすることが可能です。また、どのナビキットを選んだらいいか迷っている方は、後編まで見ていただくと、自分に合ったナビキットを選ぶ参考になると思います。というのも、ナビは T-Connect という通信機能と連動して、いろいろなサービスを受けられるのですが、実は T-Connect には、ナビをつけていなくても、ディスプレイオーディオだけで利用できるサービスがあります。ぜひ、後編最後までご視聴ください。では、ここからは、オプションを追加して利用する機能についてお伝えします。まず、ディーラーオプションからです。ナビキットは、3種類用意されています。以降、価格はいずれも税込みになります。1、テレビ、オペレーター付き T-Connect ナビキット、159,500円。2、T-Connect ナビキット、110,000円。3、エントリーナビキット、66,000円。それぞれの違いは、ナビ機能の違いや、ナビソフトが自動で更新されるか否か、T-Connect という有料の通信機能を利用できる範囲の違い、と理解していいと思います。エントリーナビでも、スマホで離れたところからエアコンを操作したりできるリモートスタートや、マイカーサーチなど、有料で利用できる T-Connect のサービスはあります。5年間無料で利用できるサービスもあります。私はエントリーナビで十分だと思いましたし、今までのナビもエントリーナビしかつけていません。ご自分で利用するサービスを吟味の上、選択されると良いと思います。今までのナビは、見た目で高いか安いかがすぐにわかりましたが、ディスプレイオーディオでは、その違いがわからないのもいいじゃありませんか？次に CD、DVD です。今までのナビを中心としたディスプレイの場合は、ナビと CD、DVD、SD が一体になっていたものでしたが、ディスプレイオーディオでは、別途、CD、DVD デッキ41,250円を備え付ける必要があります。アクアでは、ダッシュボードの助手席側にあるアッパーボックスにセットするようになっています。この場合、アッパーボックスは収納にはほぼ利用できなくなりますから、私は CD、DVD は諦めました。要するに、映像や音楽は機械的なもので再生するシステムから、映像や音声のデジタルデータとして、スマホやデジタル機器とか、USB メモリーから再生するというシステムにシフトしたわけですね。次に、テレビについてです。テレビ、フルセグは基本機能に入っていますが、視聴するには、テレビオプション33,000円の加入が必要です。同時に T-Connect への加入が必要になりますが、T-Connect 加入料は、契約後5年間は基本無料です。ただ、T-Connect を継続してもしなくても、その後もテレビの利用は可能ですので、テレビ視聴での T-Connect の加入料はずっと無料ということになると思われます。また、一番高額のテレビオペレーター付き T-Connect ナビキットはテレビ利用料込みのようです。その他、アナログの機器や HDMI のデジタル機器を接続できるアダプターも用意されています。また、ナビと連動したドライブレコーダーや ETC2.0 などもありますが、それらについては、また機会があればご紹介したいと思います。さて、いかがでしたでしょう。参考になった。気に入ったという方はチャンネル登録、高評価をクリックしていただけると嬉しいです。後編もぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。